リドルジョーカー。先輩、立ったままで疲れません？ちょっと座りませんか？ほら、先輩も。先輩、さっきから飲んでばっかり。そんなに喉が渇いてたんですか？なら、ペットボトルの差し入れはちょうどよかったみたいですね。ないってことですよね。なら私の方を見られるはずですよね。ああ、また目をそらした。絶対おかしいです。いつもの先輩と違います。それは、何ですか？いいかけてやめるなんて卑怯ですよ。